千葉県で新たな体制がスタートです。信頼をしていただき、そして納得をしていただけるような県政運営に取り組んでいきたいと。将来の千葉の未来を切り開いていく政策について、職員とともに知恵を凝らしながらですね、進めてまいりたいと。熊谷俊人新知事は過去最多の140万以上の票を集めました。熊谷新知事は公約で新型コロナ対策のほか、おととしの台風被害を踏まえ、市町村と連携した防災圏の確立や、12年間市長を務めた千葉市との間で水道を統合するなど、二重行政を解消するとしています。千葉県では戦後最年少の知事となります。